まり日本は何もしない、中国はそれをいいことに今この瞬間においてもガスを搾取しているわけですね。まあそれが現実なので、尖閣のことを言う人がいても、このガス田についてはもうすでになんかこれが当たり前のようになっています。で、気にかける人もいないんですけど、実際問題としては日本の排他的経済水域の権利っていうのが侵されても日本は何もしないというのが、これが現実です。で、彼らが主張しているのが、中国大陸から200海里ではなく、それを超えてですね、沖縄トラフっていう沖縄から西にある海溝みたいなところまでを主張してるわけなんですね。つまり彼らは中国大陸から沖縄の西90キロだったんですかね、ちょっと正確な数字は忘れましたけど、かなり沖縄に近いところまで主張してるわけです。で、かたや我が国が主張しているのは日中中間線までです。これはどういうことかと言いますと、この先いろんな話し合いとか何をしてもですね、日本は本来主張できる日本の領土基線から200海里ということを主張していないため、どんだけ日本が有利な条件で解決しても最大限日中中間線までなんですね。これを中国の立場に立ってみますと、彼らは目いっぱい主張してますけど、全面的に訴えが認められ意見が通らなくてもですね、最悪日中中間線までということになるということ。まあ日本の外交方針というのはそういうものだと言われてみたらそれまでなんですけど、どうして日本は目いっぱい主張できる日本の基線から200海里までを主張しないのか。まあここが日本の日本であるゆえんである、まあなんていうんですかね、奥ゆかしい話があればわかるみたいな性善説みたいな、まあそういう外交方針なんでしょうけど、そこはちょっと私は個人的に違うと思います。だから中国というのはそういう国であると、何でもかんでも目いっぱい主張する。これは東シナ海だけではなく南シナ海ですね。南シナ海というのはベトナム、フィリピン、カンボジア、インドネシア、タイとか、まあマレーシアとかいろんな国がありますから、それぞれ主張があるわけなんですけど、飛び抜けて、むちゃくちゃ主張してるのがやっぱり中国なんです。この図を見たらもう本当笑いますよね。南シナ海全域が、自分たちのものである。どこからこういう発想が出てくるのかは分かりませんが、こういうことを実力行使してるわけですね。今埋め立てて軍事基地を作って、それが今現実であります。で、先ほども申し上げましたけど、国際仲裁裁判所が判決を下そうが、他国が文句を言おうが、何をしようがやってしまう、それが中国という国であって、その南シナ海で行われていることは、必ずと言っていいほど東シナ海で行われるはずです。これが今行われていないのは、まあ因果関係を証明しろと言われれば証明できませんけど、これは沖縄に在日米軍がいるから東シナ海は今の現状でとどまっていると私は思っております。と言いますのも、フィリピンの西側にある南沙諸島、
ここの侵略が開始されたのは、アメリカ軍がフィリピンから撤退した、まあ、直後ですね。でベトナムもベトナムの西沙諸島もベトナムからアメリカ軍が撤退した、まあ、これが因果関係があるのかどうかは分かりませんけど時期的には重なっております。ですから今アメリカ沖縄でですね、反米基地の運動が行われてますけどそこの背後には何の確証もありませんけどやっぱり中国共産党のが動いているような気がします。まあ、全てつながってるわけですね。で、これが成功して、まあ、フィリピンの場合はあの火山の風化とかもありましてで反米感情が高まって、アメリカ軍基地が撤退したんですけど、まあ、今後何か大きな事件があってですね沖縄からアメリカの在日米軍が全くいなくなれば、まあ、尖閣諸島も東シナ海もどうなるかっていうことはまあ分かりませんけどいいようになることは日本に対して日本にとっていいようになるっていうことは多分ないと思います。で、まあついでなんで東シナ海だけではないということですね。我が国が譲ってやってるのは、北方領土これも我が国がポツダム宣言を受諾した後に昭和20年8月15日以降に、日ソ中立条約を一方的に破ってですね侵略してきたソ連、まあ、今のロシアの前身ですけどが国際法を破って占領してですねそれがそのままです。ですから本来我が国の領土であるべき北方領土ですね、これに関してもまあ日本は実質上国内法で、漁船が行けないようにしてます。で、それだけではなく、日本海、島根県の沖にある竹島これについても、日本が憲法9条を施行して占領状態の時ですね1950年どさくさに紛れて、時の韓国大統領李承晩というのが李承晩ラインというのを勝手に引いてですねその中は自分のところの領海やということで竹島を、まあ、これも不法に占領してその占領が今続いております。まあ、これもありますこれもあってですね日本海の真ん中っていうのは日韓の暫定水域ということでここも排他的経済水域の境目が決まっておりません。つまり東シナ海日本海オホーツクですね北海道の東本来日本の領土領海であるべきところが今そうではないというのが現実なんですね。でまあ日本っていうのはまあそういう傾向があるっていういい例がですね本来我が国の領海は12海里まで、認められるんですけど、宗谷海峡津軽海峡対馬海峡の東西大隅海峡この5つについては領海の幅が3海里に決められております。これは他国との間であれば領海が重なるとかですね、まあ、この宗谷、すみません、ですね、対馬海峡については韓国も3海里というふうに設定しますのでこれについては理解ができるわけなんですけど大隅海峡津軽海峡というのはもう両岸が日本です。なのに、3海里つまりその狭い海峡の間に公の海を
わざと設けてるわけです。まあそこもおかしいんですけど、宗谷海峡に至ってはですね、今昔はソ連ですけどロシア、これが、中間線約11海里まで領海を主張してるんですけど、日本は3海里、ここもわざわざですね、この海峡の真ん中に公の海を設けてるわけです。これはなぜかと言いますと、日本政府は公式的には認めておりませんが、日本というのはいわゆる非核三原則ですね、核を作らない持ち込ませないというのがありますから、日本を守ってくれているアメリカの原子力空母ですね、原子力空母とかですね、核兵器を積んだ潜水艦、これがそれとか、まあソ連のですね、核兵器を積んだ船がこの海峡を通ると日本に核を持ち込んだことになる、まあ、それを避けるためではないかというのが、まあ大方の見方ですけど、まあ何が言いたいかというと、そういうしょうもないことで我が国の領海というね、いわゆる権益主権ですね、それを制限しているのが、まあ日本という国なんですね。でもこのことについても多くの国民が是とするならいいんですが、こういうことがあるという事実を知らないということが一番の問題です。で、ですから本来ですね、我が国は国土面積が38万平方キロメートル、これは世界で60何番目の、まあまあ、よく極東の小さな国って言われますけど、まあ、確かに領土は小さいです。ただ領海 EEZ、 いわゆる排他的経済水域、これに関しては世界で第6位の広さを誇っております。まあ、決して、小さい国ではないということなんですね。で、その元となっているのが、まあ、本州、北海道、四国、九州だけではなくですね、島、これが、今、海上保安庁が調べたところによると6852という島があるうちですね、ただそこに人が住んでいるのが437しかないわけです。つまり世界第6位の排他的経済水域をの元になっているのはほとんど無人島、まあ無人島ですね、まあ南鳥島とか沖ノ鳥島とか、まあわざわざ自衛隊とかが駐屯してですね、まあ無人島とは言えないですけど、まあ、そういう日本が努力をして、排他的経済水域っていうのを あるわけですけど、で、そこには、海底資源も当然ありまして、まあ、先日ですね、レアアース、レアメタルが発見されたということもニュースになってましたけど、今の技術で大体概算で300兆円ぐらいの海底資源があると言われています。ただやっぱり海底から掘るわけですから、その採算が取れるとかですね、そういう問題はありますけど、この先技術が発達していったりですね、調査が広く行われれば、この300兆っていうのはもっと増えるかもしれないです。減ることは多分ないと思いますけど、だから何が言いたいと言いますと、かというとやっぱりどんな小さな島でも、どんな小さな領土でもおろそかにはできないということなんですね。で、先ほど説明した大陸棚
これは200海里、日本の領海200海里を超えてですね、延長しているところがあるわけです、太平洋上でですね。これは海上保安庁が昭和58年から25年の歳月をかけてですね、調査して、で平成20年に国連に申請して、平成24年に認められております。この時増えた大陸だなっていうのが約31万平方キロメートルです、まあ、日本の国土面積が38万ですから、まあ、それにほぼ匹敵するような大陸棚が増えております、まあ、海上保安庁というと、まあ、海猿とかですね、国境警備とか、まあ、そういう目立ったところばっかりが取り上げられますけど、こういう地道な努力もしているということなんです。で、まあ、結局我が国は排他的経済水域世界第6位と言いますけど、このように、主権が制限されている海域もかなりある。これは、まあ、他国のこともありますけど、我が国が積極的にそういうことを解決してこなかった、まあ、そういう、まあ、誰が悪いとか、そういう個人的に悪いとかとか、そういう問題ではないんですが、ただ現実問題としてこういう状況なんですけど、まあ、繰り返しになりますけど、やはりこの事実を、まあ、多くの国民が知らない。本来であれば義務教育、中学の地理、最低でも高校の地理とかですね、そういうなんで教えるべきなんですけど、それがわからないというのが今の日本のダメなところって言いますかね、そういうところなんです。今までお話したことを踏まえてですね、昨今最近ですね、自由民主党の議員団、の一部の人たちが、尖閣諸島を守るための法整備をするということをなんかおっしゃってるようですけど、まあ、それはそれで結構なんですが、今ある法律をもっと活用するというのも一つの方法ではないかと思います。まあ、それは海洋基本法というもので、これは確か第一次安倍政権の時に成立されたものだと思うんですが、いろいろと国がですね、海洋とか島に対してやることが決められております。まあ、例えば第三条ですね、海洋の安全の確保ということで、海洋の安全の確保を積極的に推進しなければいけないという国の責務を定めております。で、それだけではなくてですね、排他的経済水域の開発等の推進、これも国のやるべきことという、ただ具体的にどうしろとかっていう話ではなくて、理念的にやっていかなければいけないという、抽象的な書き方であるわけで、ですからすぐにこれをやりなさいというところはもっと話を詰めていくべきなんですが、ただ国会の質問とかでですね、こういう法律があるのになぜ政府は海洋の安全の確保ですね、尖閣諸島の付近の海洋の安全の確保、排他的経済水域についても東シナ海においてはガス田の調査をなぜしないのか、こういう法律があるではないかという形でですね、言うのも一つの方法ではないのかなと思うんですけど、残念ながらそれを意識している国会議員がなくてですね、やはり国民に見えやすいよう、パフォーマンスをしやすいような形だけでですね、なんか動いておられるっていう、私の印象なんですけど、
ただこの海洋基本法の26条なんかでもですね、離島の保全、こういうことが書いておるわけなんですが、実際どこまでできてるかというのもちょっと、なかなか評価のつけづらいとこなんですけど、もっともっと国がやるべきことはあると思います。尖閣諸島に関してはですね、前の衆議院選挙ですかね、自民党が公約に掲げてですね、いたのは公務員の常駐化というものですけど、未だ実現されておりません。人によっては何らか中国と裏の密約があるのではないかということも言われておりますけど、本当に自国の領土であればですね、もっと島の頂上に立派な灯台を建てて、通信の設備を作り、気象観測所を作り、日本の漁師や付近を航行する船舶がですね、安全に航海漁をできるような形で、島を活用するべきなんですが、かつてですね、尖閣諸島に上陸した某国会議員がですね、私に言ったのは、尖閣諸島の上陸を阻む最大の勢力は日本政府であると。これが現実です。チャンネルさくらという、インターネットテレビの人たちが、あそこの近くに漁に行ってですね、せめて海の上からでも実効支配を民間でできることはやろうという形で取り組んでいて、それも妨害中止に追い込まれた。これも日本政府、つまり日本人が尖閣諸島に行けなくしているのは中国ではなくて日本政府である。その背後にどういう裏の約束とかですね、何があるのか分かりませんけど、現実、実際問題としては日本政府が最大の障壁になっているわけです。東京都があの島を買うと言った時も結局日本政府が買ってですね、で、いろいろ石原さんがやるって言ってたことも結局できなくなりました。これが、ずっと戦後70年続いてるわけですよ。これをずっとこれからも続けていくのかどうか、今日私がお話ししたこともですね、今一度皆さんで本当かどうかっていうのを考えていただいて、何をすべきか。日本というのは、一応という言い方は良くないですけど、民主主義国家で国民主権、国民が主権者であり、国民が正しい判断をしていかなければ国家が正しい道を歩めないわけです。正しい判断をするためには正しい情報、おそらく今日お話したことを、結構多くの人が知らないこともあったかと思います。ですからそういうことを、私が話したことが全て真実であると、鵜呑みにせずですね、自分の頭で考えて自分で判断して、これから日本はどうしていかなければいけないのか、もう中国と戦争するのは嫌やから、もうあの島ぐらい諦めようと、それはそれでも一つの立派な意見だと思いますが、このような実態ですね、今どうなっているのか、本当はどうなのかということをよく知った上で判断していくべきではないかと思います。そのために、私の今日話したことが一つでも役に立てればいいのかなと思います。ありがとうございました。 you